Ich weiß derzeit nicht, was schwachsinniger ist. Der Fakt, dass jetzt über 2 Stunden lang eine Linux-Sache installiert wurde und die ganze Zeit schon bei 100% war und nicht fertig wurde, nach 2 Stunden erst wurde es fertig. Oder die Tatsache, dass wir komplett alleine sind mit Dorofi und alle anderen verreckt sind. Und die Logik des Spiels einfach am Arsch war. Naja, auf jeden Fall, willkommen zurück zu... Ja, ich kann nicht weitergehen, ich hab das Maul zu halten. Ja, genau so heißt das Spiel übrigens bei René. SAO Last Week Collection, geil, hi. Und, reden mit dir. Ja, es gibt kein Zurück mehr. Let's fight this shit out. Da, 戻ることなんて考えてない。前進あるのみだ。ドロシー、あそこ。ユージオだ。シャッター様、リピア様。この声はキリト？キリトなの？おい、シャッター。ドロシーのジョーちゃんが言ってるぞ。聞こえねえのか？シャッター様、おやめください。暗黒界に平安をもたらすと召喚に語ってくださったじゃないですか。我々はあと一歩で和平ができた。いくらベクタ様が現れたとはいえ、この暴虐な争いをあなたが看過するはずがない。目を覚ましてください。リピア様を愛しておられるんでしょう。このままでは彼女も死んでしまいますよ。ドロシーグロアワキリト、ユージオ、一体今までどこに行って、いや、それよりもここはいい、アリスのところに行って、軍勢はそっちに集まってる、行って、行くんだキリト、僕らのアリスを守って。クソ、簡単には行かせないってか。なくなってる。洗脳どころじゃない。これじゃ侵食だ。自我が消えつつあるのか。これもベクタの仕業だっていうのかよ。ドロシー、やっぱり大元を叩きに。ドロシー、洗脳解除の方法、父さんから学んだ知識の中に何か対抗できるものがあるはず。暗黒術、神聖術、工程は違えど、リソースを使用し特定の現象を起こすということは同じ。父さんは言ってた。何かが誕生すればその瞬間にそれを打ち消す概念も誕生するのだと。対抗できる術式展開、状態異常、ステータス異常。ドロシー、回復、違う、緩和、違う、解除。対象は複数、統制された洗脳、解除、レリース、違う、リムーブコントロール。キリト、召喚は父さんからたくさんの神聖術を習いました。ステータス異常を解除するシステムコマンドは存在します。本当か？ドロシーはそれを使えるのか？はい、習得済みです。召喚はできます。ならせめてシャステやリピアだけでも。いや、キリトの言う通り、大元を立たねば、戦場にいる全ての者たちを正常な思考に戻さなくては、この争いは止まらないでしょう。一人や二人ではダメです。全員にこの状況はおかしいと理解してもらわないと。でもシステムコマンドが分かってもそれを向ける対象が多すぎる。神聖術も暗黒術もその場にある空間リソースを消費するだろう。はい、全員にやるとなれば大規模な術式が必要になります。ですが今この場は新勢力に満ちている。散った者たちも同胞を生かすためなら許してくれるはず。そして足りない分は召喚の命で補えるでしょう。おい、召喚のって
何言って。キリト、君が好きですよ。ドロシー、おかしなことを考えてないよな。そんなの絶対にダメだぞ。君が好きです。待ってくれ。俺が今他の方法を考えるから。君の守りたい人、守りたい場所、君自身も、召喚が守りたい。君を守ってあげたい。キリト。ドロシー、ダメだ！どんなことになっても、ずっと、ずっと、君の友達です。キリト、本当に、大好きですよ。だから、君と世界を守る、システムコール！治療してくれてありがとう。キリトたちの事情はまたちゃんと聞くね。心苦しいけど、そろそろ行かなきゃ。シャスターさんに声をかけていこう。キリト。大バカ者め、お前の果てしない天命地はお前を生かすために与えられたものだろうに。人界の者たちよ、すまない。俺はどうかしてしまっていたようだ。和平は目の前だったというのに。洗脳されていたんだ。仕方ないさ。それにこちらも事情があって断りもなく離脱した。お互い弁明や説明を後回しにしよう。今目の前の戦場をどうにかする方が先だ。シャスター、戦況を教えてくれないか。ああ、キリト。奴はベクタは暗黒海軍の各陣営に光の巫女なる存在を探せと言ってきた。そして最後の伝令では聖号騎士のアリス・シンセシス・サーティが光の巫女であると報告を受けた。駆けつけられる者はすでに向かっているだろう。お前の友だ。今すぐにでも行った方がいい。光の柱が立った方向にいるはずだ。ドロシーは任せて、このままここで治療を続けます。頼んだ、リビア。ドロシーも俺の大切な友達なんだ。よし、暗黒騎士団に次ぐ現時刻をもって、俺はビクスルール・シャスターは暗黒神ベクタに反旗を翻す。何をバカなことを。力の掟に反している、そう言いたい顔をしてるな。ああ、そうだろう。暗黒界に生きる者として正しい反応だ。だがそんなことは知るか、クソくらいだ。俺は今日ほど憤っている日はない。あの男は我々を操り、同胞たちを虫けらのように扱い、大義もなく単なる私利私欲のために利用した。お前たちは操られてなおその身を奴に委ねる気か。今日我々が刃を向けた相手は未来の同盟相手だった。次は友を、家族を、愛する者を手にかけるかもしれん。それがないと言い切れるか。
そんなものに従属する未来などごめんだ。頂に立つ者には責任が生じる。あれはそれを果たす器ではない。暗黒界の未来を潰す者に王冠はふさわしくない。たとえ三奪者と罵られようとも、これ以上同胞の命を無駄に散らすことは許せない。志を同じくする者のみついてこい。志を同じくする者のみついてこい、なんだろう。行こうぜ。まさかお前と戦場で手を組むことになるとはな。人海軍も行くぞ。目前だった和平を潰したクソ野郎をぶん殴ってやんねえと気が済まねえ。敵は暗黒神ベクター、暗黒神ベクターだ。全軍出撃。貴様まだ戦うつもりか。正気に戻ったのだろう。そうだ、この状況がおかしいと気づいたはず。他の者たちも我に返っている。こんなことは意味がない。我々の敵は、我々、私の敵は私を脅かす者よ。間抜け面を見せてくれてありがとう。洗脳って何のことかしら。確かにベクタ様のご意向に沿う思考状態にはあった。でもそれは私にとっては正常なのよ。この状況でベクタ様に歯向かうなんてありえない。寵愛を受けられる方が都合がいいでしょ。仲良しごっこなんてやってられないわ。最後に生き残れる方に私は賭ける。アリス、キリト、アリス様を助けろ。あら、急に姿を消したと思ったらまた現れたのね。私に会いたかった？それとも暗黒神ベクタ様へのご拝謁をお望みかしら。お前は何者だ。我が名をすでに知っているであろう、人界の剣士よ。いや、知らない。この世界に入り込んだ賊が暗黒神ベクタと名乗ってるのは知っている。ほう、役割を演じてるのは大したもんだ。その側にふさわしいよ。だがお前は自分がしたことをもっと深刻に考えるべきだ。みんな生きてるんだぞ。この世界で生きてる。姿形が異なるものだって人間なんだ。お前はここに生きる人々の生活を蹂躙した。命をもてあそんだ。お前は絶対に許されないことをしたんだ。その口ぶり、貴様ここのユニットではないな。ラースのものか。サーナ、そっちは軍人か傭兵か、いや、何でもいい。この世界への侵略者であることに変わりはない。宣戦布告する。覚悟しろよ。俺は絶対にお前を倒してみせる。容赦はしない。これはこれは思わぬ伏兵だ。この世界にウォッチャーのような存在がいたとは。いや、ガーディアンかな。少年よ、お前は私の興味を引くことに成功した。だが私はこのターゲットを連れ出さねばならない。期待に応えてやれなくてすまない。彼女の友だというのならここでお別れをしてくれ。さよならの言葉は私が後で彼女に聞かせてやるとしよう。原始の混沌より生まれし者よ、我が呼び声に応えよ。やめ、やめ、誰か、ベクタ様、助けて。
なんで。いいから早く逃げろ。この場にいる全員だ。敵味方関係ない。ベクターは誰の味方でもないんだ。ベクター様。突っ立ってる場合か。戦えバカ者。もう本当に敵味方なんて関係ない。生き残りたいんだろ。だったら取るべき行動は一つだ。DIL。 援護するわ。惜しいな。もっと味わいたいものだが、散った者たちの進言通り先を急ぐとしよう。諸君、楽しんでくれ。くそ、待て。アリス、アリス。わお。Wow, der haut einfach ab da und... Aber meinetwegen. Dann mach ich kurz ein... Bis viel kurz zur Staubverarbeitung und dann reden wir mit dir weiter, ne? Komm nur her, Alter. Ich hab mich verteidigt, du Kek! Komm schon. Wow. Das war nicht schlecht, Alter. Das war nicht schlecht. Ich würde sagen, wir nehmen den jetzt mal komplett aufs Korn hier. Danke, Yusho, dass du mir beistehst und... An euch beide. Jagen wir den zur Hölle. Aber ernsthaft, die Story wird immer, keine Ahnung, interessanter. Erst hat... Du, wie sie sich Hype gehofft hat, um die alle irgendwie zu befreien. Was echt krass ist, sowas drauf hat überhaupt. Und jetzt denkt Vector, ich sehe mich nicht vor euch, verpiss mich. Der hat doch nur Angst. Der hat doch nur Angst vor uns. Das ist sein Problem. Der hat massiv Schiss vor mir. Nur deswegen lässt er mit mir an. Ich meine, was soll es sonst für einen Grund haben? Wenn er nicht Angst vor mir hat. Und ich höre mich erstmal komplett wieder ganz easy hier, ne? Danke für die ganzen wunderbaren AP, die du mir gibst, du Kek. Okay. Die Todeswolke. Na komm her. Ich bin ready. Bis dann kriegt er mich gar nicht, ne? Okay. Der kriegt mich gar nicht, Alter. Was ist das für ein Schlechter hier? Der ist echt schlecht. Er ist so, so schlecht, er kann mich doch nicht mal kriegen, Alter. Hey, hier bin ich. Guckst du mich mal an, gefälligst? Ja, guck mich nicht an, Alter. Was ist das für einer? Okay. Der Angriff sieht interessant aus. Nicht schlecht. Aber wir haben ihn zumindest zu 40% abgezogen. Ach, dein Bruch ist bald durch, ne? Komm, Bruch ist doch so weit voll. Eigentlich mal. Danke. Sehr gut. Jetzt wirst du definitiv ins Gras beißen, mein Lieber. Und weiter geht die Show. Nochmal sperren den Arsch. Was auch immer es in den Arsch geht. So. Was sagt uns Geiste? Ach, noch nicht voll. Warum ist sie noch nicht voll, Alter? Was zum Fick?
Ich dachte, dass wir langsam mal voll haben, aber... Wow. Beeindruckend. Wirklich sehr beeindruckend. Ich würde sagen, ich hau mal ab. Hallo? Ich häng fest. Ach, keine Ahnung, so. Was? Komm schon, schaffen wir es noch? Komm schon, ich bin eine Stufe, dann ist der eh. Danke für die Hearthstone. Das kann ich schön hier hochheilen. Und du kannst mir nichts mehr. Greif mich ruhig an. Greif mich ruhig an. Ich heile mich ja eh wieder hoch. Dieser Zirkel verteidigt mich komplett für immer. Ja. Der wurde einfach mal rausgekombot, ne? Ey, der ist doch was down. Geile Scheiße, ne? Der ist was down. Oh, was meine? Hier soll mir gehen. Hier so. Lade dich ruhig auf, du Vollidiot. Genau. Hier kurz mal meine Sicherheitszone. Und jetzt kriegt er auf die Fresse. Ach, es wird halt nichts mehr mit hier. Mit Verbindungsskill, ich sehe schon. Oh! Los, werfen! Bringen wir es zu Ende. Wow, der ist so gut. Warum haben wir keine Kennzahl bis 6? Okay. Wir haben eine ultimative Kettensalbe hinbekommen. Geiler Scheiß. Verrecke. Und tschüss. Tja. Das war schnell erledigt. けるだけでも死者が増える。戦えるものがもっと必要だ。人海もダークテリトリーも協力し始めてる。それでも足りない。もっと何か手立てはないのか。誰が援護？キリト、上だ！太陽神ソレスの名のもとに神の裁きを下すわ。ディヴァインパニッシュメント！指針テラリアに代わり、この大地に守護を。鉄壁の守りを。カーカイルアッション。創世神ステイシアの皆において命じます。邪悪な獣よ、あるべき場所へ帰りなさい。グロリアスエンドリオ。嘘だ。キリト君、みんなお待たせ、戻ってきたよ。お兄ちゃん、遅くなってごめんね。菊岡さんからベクタに対抗できるスーパーアカウントを用意してもらったんだよ。みんな、
と奴らだ。キリト、状況はどうなってるの？アリスがさらわれた。追わないと。けど戦場をこのまま見捨てることもできない。敵は複数、しかも強大。戦力分散は命取り。うん、分かった。戦力が足りてないってことだよね。なら大丈夫だよ、キリト君。ハスノ、多分そろそろだから。一体何を言って。どうやら聞き分けが悪い相手みたいね。なら言うことを聞かせるだけよ。家臣イグニアの使徒たるこの私の怒りを買ったこと、メーフで後悔しなさい。邪悪なる獣に炎の鉄槌よ。アウェイキングダイアテイカン。残念、援軍がもう終わりだと思った。まだあるわよ。祈りが届きますように。傷ついた全ての人々へ祝福と癒しの風が吹きますように。風神やエリアの加護を背負いし者が今ここに唱える。カインドネスアトモスフィア。ハンターワールドは私たちが守ります。もう第二のホームなんですから。リーズ、シリカ。すまない、キリト君。こちらから最大限の援護射撃を用意するのに時間がかかった。キクオカさん、未だこちらの状況は芳しくない。一時的に当倍処置をしているが長くは持たないだろう。簡潔に話す。彼女たちにはスーパーアカウントを与えた。戻ってきた彼女たちが君の仲間に声をかけて援軍を呼んでくれたんだ。受け取ってくれ。驚きなさいよ、私たちだけじゃないんだから。もしかして僕のこと待ってた？剣心グラディアの力、そして僕という絶剣がいればこの戦に敗北はありえない。なぎ払ってあげるよ、グラディア人アポカリプス。パパ、私もいますよ。これより全力でサポートします。勇気ゆい。霧の字、おめえは本当に俺がいねえとダメだな。みんなをつなげたアスナとユイちゃんに感謝しろよ。また世界の危機か。いつも面倒ごとに巻き込まれてるな、お前らしいよ。さあ、大仕事だ。みんな準備はいいか？準備って言ってもこういうのは俺っちの専売特許じゃないんだけどな。クライン、エギル、アルゴ、キーボー、先に言っとくけどこれは高くつくぞ。でっかい貸しだ。もちろん返すだ。ちゃんとした対価を要求するぞ。俺っちのことだけじゃないんだからな。え、捕まえるのに苦労したんだ。しかし俺っちにかかれば特大ゲストの手配もお手の物。ここはあえてこう言うぞ。ミュージックスタート。誰が彼女の歌を邪魔していいと言った？何人たりとも許しはしない。ユナ、エイジ、どこでも事件を起こしてるんだな。呆れるよ。そうした人脈作りには感心しないが、まあ今日という日には福音になり得る。そうだろう、キリト。彼らは今までお前が守ってきた者たちなんだから。ラースが大変なことになってると聞いたが、まさかこういうこととはね。君ほどの人なら僕の助けは不要かな。いつけなんてね。助けるよ。君も知ってるアファシスト、そのマスターがお望みなんだ。なら僕はあの子のためにやるだけさ。リアルワールド騎士団、全軍に通達、全軍に通達。目標は
傷つけている魔物です。アンダーワールド人は傷つけないでください。私たちは味方よ。みんなベクターに騙されてる。あいつはこの世界のことなんてどうでもいいの。自分の命を、周りの人を守って争わないで。敵はお互いじゃありません。ベクターです。キルト、アリスを追いなさい。あんたの役目は彼女をベクターから取り戻すことよ。これだけ援軍が来てくれたなら大丈夫だ。キリト、誰を連れていく？キリト君、もう通信は持たない。最後にアリスが連れて行かれた場所について伝える。ワールドエンドオールター、別名果ての祭壇だ。そこにあるコンソールから彼女は連れ去られようとしている。ベクタが消えた方向をそのまま進め、やがて浮島にたどり着く。その先が果ての祭壇だ。キリト君、もうここまでだ。とは、君の健闘を祈る。ありがとう、キコカさん。最強の援護をもらったよ。よし、行こう！目指すは、果ての祭壇だ！